今回のビビビの美では常設展示徳山の歴史で展示している徳山藩九代藩主の毛利元光にまつわる資料について紹介します。元光は1816年に江戸の麻布今井谷邸で生まれ、22歳の時に父広重が隠居したことから家督を継ぎ藩主となりました。元光は文武に優れ、詩歌集、商工集を刊行しています。徳山では1850年に未曾有の風水害があり、元光は領内の村々を回って人々を慰め、老人をいたわり、親孝行な者や農業に励む者を褒めたりしました。商工集には領内を見て回った際の詩文が集められています。元光の父広重には男12人、女11人の合わせて23人の子供がいました。その中で元光は7男にあたります。元光の兄弟たちを見てみると、兄に萩藩の永代家老福原家の養子となった福原元武、妹に浅毛利家に嫁いだ時子がいます。時子は明治になって女学校を設立するなど女子教育に力を尽くしました。また弟には萩の本家に養子に行き14代藩主となった元則がいます。元光は徳山藩の最後の藩主で、その時代は幕末から明治にかけての時期にあたります。1863年、長州藩は下関で外国を砲撃するなど尊王攘夷運動の先頭を切り始めました。しかしながら8月18日、後部合体派の会津藩、薩摩藩のクーデターにより、長州藩は尊王攘夷派の公卿7人とともに京都を追われ、公卿7人は山口を目指しました。これが8月18日の政変です。その途中嵐に遭い、8月27日に三条実富、四条高唄、三条西末友、三部元長、錦光司頼典の5人が徳山の浜崎に上陸し、陸路三田尻を目指しました。その際元光が5人をもてなしています。晴海親水公園にはこのことを記念して建てられた国境登陸書の碑があります。京都を追われた長州藩は政権を奪回しようとして京都に攻め上りましたが敗れました。そのため福原元武、増田親信、国西親助の3人の家老が責任を取り、徳山に幽閉された後切腹させられました。福原元武は元光の兄ということで徳山から岩国に移され、そこで切腹しています。広島の国体寺に置かれた清張軍総督府では首実験が行われました。その時の様子を描いた瓦版です。この年広重は米寿を迎えており、元光が父広重の米寿を祝って書いた書も伝わっています。年を取ってから息子をそのような形で失った広重の気持ちはいかばかりだったでしょう。毛利家は長府、清須、徳山、吉川の4つの師範と本藩が協力して幕末の激動期を乗り切りました。山口市の亀山公園には明治24年に本家の高近と分家の4人の藩主たちの銅像が建てられました。幕末の激動期を本家と4つの分家が協力して乗り切ったからこそ、新しい時代を切り開くことができたことを象徴するかのようです。